こんばんは。こんばんは。お待たせしました。なんか画面がなんかできなくて遅くなっちゃいました。すいません。戻りました。よかった。こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。うん、嬉しい。ショールーム見たくて早めに帰ってきた。ありがとうございます。今日はめっちゃナチュラルな感じなんですけど、だからなんかゆる気分もなんかゆるゆるしてる、ゆったりって感じ。こんばんは。あ、早速ミラーマンありがとうございます。みんなみくさん、そして切腹さん、ありがとうございます。回ってます。今日はね、まあ特別な日なのでね、18枚目シングルの発売日です。おめでとうございます。私も持ってるんだよ。じゃん、じゃん。僕はやっと君を心配できる。皆さんゲットしていただけましたでしょうか。発売日です。こちらはじゃんじゃんじゃん。うん、ビーバーさんありがとうございますね。おめでとうございますですね、本当に。ちなみに私が持ってるのはタイプ A です。いぶきさんとマリアさんとネネさんとエウラちゃんとしぶいちゃんがいます。いらっしゃいます。で、これは私が今持ってるタイプ A はこの表題曲の君はやっと僕を心配できる。あ、間違えた、真逆になってた。すいません。僕はやっと君を、僕はやっと君を心配できる、逆になっちゃった。僕はやっと君を心配できるです。はい。と、私がそうと皆さんと一緒に叶えることができたラビリンスのね CM 選抜の楽曲も入っております。タイプ A は、うん、こんな時代に。で、そしてチーム H の楽曲ロンリーサブウェイもこちらに入ってます。ロンリーサブウェイ聴いていただけましたかな。聴いてくださいましたか。お、嬉しい、ゲットしたよって、ありがとうございます。お、サブウェイ良かったって、こっちが心配だわって間違えました。な、今びっくりした。サブウェイ行ってアクスタと並べて撮れば、え、めっちゃいいですね。それはお願いします。じゃあそう、私たちチームエイチの楽曲がロンリーサブウェイなんですけども、そう、みんなでね、サブウェイ食べましたね、レコーディングをした日に。食べました、しっかりと。美味しかった。みんなさ、サブウェイを食べてて、私サブウェイの話になってるんですけど、私の個人的に好きなのはエビのアボカドのやつが好きです。そう、めっちゃ大好き。アボカドがね、好きなんですよね。昔あんま食べれなかったけど、そう、めっちゃ好きです今。サブウェイ久しぶりに行きたい、ぜひ
行ってからロンリーサブウェイ聞きながらサブウェイじゃあ食べてください。ねえ、なんかさ、お腹空いてきた勝手に。え、ロンリーサブウェイ聞かれましたか？今日、昨日じゃない、まあ、CD が手元にあった方は昨日聞かれた方もいらっしゃると思うけど、そうね、久しぶりに昨日はフラゲビで、あの目撃者公演が久しぶりにあったりゆいなも聞いてくださいって言ってたじゃないですか。昨日の公演ヒーロー誌としては最高の日だったよ。お、嬉しい、ありがとうございます。嬉しいです、よかった。朝聞きながら仕事行ったよ、最高です。結構かっこいい系じゃないですか、おしゃれな、おしゃれかっこいい曲です。私めっちゃね、頭の中でずっと流れてるんですよね、ロンリーサブウェイが。歌っちゃうから危なかったです、いつも歌わないかなって。鼻歌とかしちゃうじゃないですか、普通に生活してたらうんって、なんかその流れでロンリーサブウェイさしちゃいそうだったから危ないと思いながら抑えながら、大丈夫でした、セーフ。そしてまだまだオンラインとハイタッチ会も受付中。お、ありがとうございます、書いてくださってる、その通り受付中ですぜひお待ちしております。遠くの方はオンラインがおすすめかな。もし現地に来られるよって方はあの直接会いたいなっていう気持ちです、私的には。もちろんオンラインもね、一対一でお話できるから最高なんですけど、まだ行ったことないなとか気になるなって思ってくださってる方がいらっしゃったら待ってます、お話ししましょう。そしてハイタッチ、そう、リリースイベントでね、ありますので、 CD ショップでハイタッチ会、前回はさ、CD ショップでおしゃべり会だったけど、それがハイタッチ会が再開っていうか、ハイタッチ会になれたっていうことでね、前まではお話だけだったけど、ハイタッチできちゃうよ。そうなんです、今回もね、前回のさバケツの時のリリースイベントもね行かせていただいたんですけど、あの時は私たちというか私にとっては初めて楽曲に参加させていただいた、生きがい6期生のね楽曲あるじゃないですか、その生きがいの衣装で参加させていただいたんですけど、そう、前回のバケツの時もミュージックプラザインドさんにて行かせていただいたんですけど、今回もね同じ場所でリリースイベントに参加させていただくので、ぜひお待ちしております。私はなんか
何部かあるんですけど、私は2部の17時からのに参加させていただきますので、ぜひ直接会ってみたいなとかあったらぜひお待ちしております。楽しみです。前作もね、行かせていただいた場所なんですけど、今回もお邪魔させていただきます。月曜日、16日は月曜日ですよね。16日月曜日、私は2部の17時から印度さん行かせていただきます。会っても大丈夫？え、大丈夫？ダメなの？会いたいと思ってくださる方はお待ちしてます。ね、今日はあのキャナルに行かれた方もいらっしゃるんじゃないですか。リリーベ、13、14逆上がり、16リリーベ、17逆上がりね。そうじゃん、今度たくさんあるもんね、逆上がり公演楽しみです。なんかまだ逆上がり公演が3回、この間ので3回目だったんですけど、そうだからね、まだちょっと体に定着してるかなって不安になるところが多いから、いつもねめっちゃ確認して大丈夫だと思って準備して向かってます。そう、楽しみにしています。お、14公演行くよ、ありがとうございます。逆上がり公演といえばコントめっちゃ良かった。お、嬉しい、ありがとうございますなんか私あんまりというか、演技のお仕事とかをさせていただいた経験がないというか、あると言われたらあるんですけど、一回夏のコンサートで会ったと思うんですけど、ななかのなんかお話があって、それのお友達役でちょっとだけ、あれを演技とカウントしていいかわかんないけど、ちょっとだけさせてもらったことがあるんですよ。そう、それが本当に完全初めてで、その他は別に特に何かにしたわけじゃないから、全然未知の世界なので難しいですねやっぱりそう、難しいなって思うけど、嬉しいですそうやって言ってくださって、なんかちょっと自信につながります。なんか私あんまり演技とか苦手だろうなって思ってるから、そう、そうね、エトのコンサートも一言で面白い、エトのね、確かにエトのコンサートもさ、なんかちょいちょいしましたよね、サルドシのところもやったりしたり。それで言うとさ、若手のフューチャーさせていただいたコンサートの時もさ、ヤンクミみたいなヤンクミっぽいことをしたりとかもしましたね。昨日髪型最初ショートにしたかと思ってびっくりしたね。なんか私も思った、私も思ったっておかしいけど、髪の毛ね、何しようかなと思っていつも悩むから、何がいいかなと思って、でも結構最近おろし系、髪の毛おろしてる系が多いから、
なんかまとめたり、すっきりなんかまとめようかなと思って、何かあるかなってメイクさんとお話ししてたら、カチ盛りはって提案してくださって、カチ盛りしたことないやと思って、カチ盛りました。カチ盛りました。プロトレックさんありがとうございます。カチ盛った。そしたらカチ盛りって、このお団子から髪の毛がピョンピョンピョンって出てるみたいなやつなんですけど、前から見たらさ、そのピョンピョンしか見えないからめっちゃ髪の毛短いみたいな感じになってた。そう、でも結構ね、メンバーに髪の毛とか言っていただけるときにね、なんかまとめてる髪の毛いいねってすごい言っていただくことが多いから、そうなのかもしれない。私的には下ろしてる髪の毛したいなって気持ちはあるけど、でもまとめてる時の方がなんか、え、いい感じってみんなファンの方にも言っていただくことが多いです。だからありがとうございます。だからね、すっきりもするしね。あれ代表作なんや、私のヤンクミ。面白いな、いろんなことをさせていただいてますね、コンサートで。ありがたいことに初演技発表。そうですよ、そうね、昨日はだって まとめてたから髪の毛いつもよりすっきりしてたかも。髪型でアクセルかなって思った。え、すごいすごい。なるほどね、嬉しい、ありがとうございます。何の髪型でも似合う、優しいです、ありがとうございます。私何が一番好きかな、わかんない。こんなに長いこと悩んどいてわかんないっていう最悪な答え。龍大さんありがとうございます。だから今度公演が結構たくさんあるから、何にしようかなって、なんかこれがいいんじゃないとかあったら、メールのお返事とかチャットのお返事のタグをつけて、これがいいと思うって言ってくださったら嬉しいです。そう、ポニーテールがねいいっていう方が結構多い気がします。なっちゃん最後の生誕でなっちゃんジーヌリコピがやってたツインをヒールバージョンで見てみたい。逆転王子様してた時のあのツインですか、可愛かったですよね。あれ実はあの日私がリセット公演アンダーデビューする前の1個前のリセット公演だったので見学させていただいてて見てました。そう、本番のイメージトレーニングをしながら、ここはこう、こここうなんだとか思いながら、そう見学させていただいてたんです。しばらくおでこは出さなそう、確かに。前髪ね、今ちょっとさ、何もしてないから分かりにくいけど切ったんですよ。結局長かったから前髪上げてみたんですけど、短くちょっとしたので、もう
ないかな。まあ短くてもできるんですけどね、前髪上げるの。本当にやりたいってめっちゃ思ったら前髪を上げます。切りすぎなかったですよ。今なんかこうやって横にふわんってしてるから短い感じに見えるけど、昨日の写真を見ていただけたら分かりやすいかも。昨日の写真が今の前髪の長さ感です。モガヒーザワで高めツインして3人でユニットしてるところみたい。確かにあの3人ではユニットしたい。え、結局さ3人でユニットできたことあったんだったっけ。純情主義、純情主義、純情主義できたんだったっけ。結局なんかずっとあのやりたいっていうお話を3人でずっとしてて、そうよね、純情したよね、だよね、だよね、そう。確かに3人で同じユニットで同じおそろい髪の毛してしたいですね。またいつかね、3人でできたらいいな。ね、チームが違うからなかなかね、公演が一緒にならないから。そう、逆上がりもね、あのザワとまだ一緒になったことないんだよね。そう、それで昨日嬉しかったことがあって、久しぶりにね、会えたの、ザワチに。なんかね、結構タイミングが意外と合わなくって、長いこと意外とね会えてなかったくって、そう、めっちゃ久しぶりに感じた。多分1週間以上ぐらい会ってなかったのかな、1週間かそんぐらい会えてなかったんですけど、昨日ねたまたまタイミングで会って、はぁってな、ちょっとほんのちょっとだけどしゃべれて、そしたらあの公演終わった後に連絡くれて、全部カタカナで、今日会えて嬉しかった、全部カタカナで送られてきたので、全部カタカナで返しましたそう、なかなか会えないねって話してて、本当にねっていつも話してます。カタカナ、全部カタカナにするだけで結構読みにくい。そう、あとね、そう、昨日久々にアクセル、愛しさのアクセルだったんですけど、そう、めっちゃ結構本当に久しぶりでしたよね。だからすごい緊張してて、なんかすごいねそわそわしてたんですよ、自分の勝手に。なんかどうしようかな、なんかすごい私なんかいつも緊張するした時になんか良くないんですけど、あ、間違えちゃったらどうしようって思っちゃうんですよ。でもそれを思ったらマイナスにどんどん思っちゃうから、いつもいやできるできる大丈夫よって直前で言い聞かせていつもアクセルしてたから、なんか久しぶりっていうのも重なってすごいそれをねいつも以上にちょっと思っちゃって、でもそれをもう書き消すぐらい、うん、やっぱり大丈夫やと言い聞かせてそうやってたんですけど、本番の前にねこうやってアクセルで公式に上がってたと思うんですけど、写真、ユニットメンバーで写真撮ったりとかしてる時にちょうど
堤風花ちゃん、7期生の堤風花ちゃんがテクテク歩いてて、そしたら多分衣装、アクセルの衣装を着てたから、あ、アクセル今日ヒーローさんなんですねって声かけてくれて、そしたらリハでめっちゃ声聞いてたんですけど、え、すごいなんか一番高いところがめっちゃなんか綺麗に出せてて、めっちゃすごかったですみたいな感じのことをわざわざ伝えてくれて、めっちゃ嬉しかったですって話です。優しいなと思いました。あの本番の前だったから嬉しくなっちゃいました。堤風花ちゃんは意外と私あんまりがっつり7期生ちゃんとお話であんまりねまだできてないんですけど、風花ちゃんが結構ちょいちょい話しかけてくれて嬉しいなって思ってます。うん、優しかった。だからねちょっと自信がつきました、本番前にありがとうって。まだミニスカートの妖精覚えてる？覚えてる、覚えてますよ。で、リハーサルの時とかも流れてたら多分全然踊れ、多分ねいける私、できると思います。しかもあのセリフも言えるよ。これから始まりますチーム H さんの公演では、公演の前に私たち前座ガールズが1曲披露させていただきます。ほら今日はこのメンバーでお届けします。北川ひいろです、北川ひいろです、北川ひいろです。それでは聞いてください、前座ガールズでミニスカートの妖精ポーズ。はい、できますセリフ任せてください、これもうできる。で終わったらチーム H 公演始まります。はい、できますセリフだけ。そうなんですよ、意外とねあのミニスカートの妖精私3ポジション全部したことが一応あって、なので多分できると思うすぐ着替えて倒れないと。最初倒れてますもんね、目撃者公演。なんか私目撃者公演のこの最初の目撃者公演って1曲目最初倒れてるんですよ。倒れてる、なんかこうやって目閉じて、であの立ち位置がちょうど私一番前で、でもいつも目を閉じているから皆さんがどういう表情で見てるのかをあのこの私の目で見たことはないんですけど、いつもたまにねこうやって最初始まって幕が開いてこうやって倒れてる時に、これってすごいこの倒れて目閉じてるのって一番前の方に丸見えだなって思っちゃう、たまに。ひーちゃんの寝顔推しです。じゃあ見たことあるんですね、この倒れてるところを。あえて意外と DMM とかでもなんかかっこいい感じのこの倒れてる感じが流れてることが多いじゃないですか。そこまであんまり顔がアップに映されることって少ないから、あんまり見たこと、顔その現地であの前らへんだったら見た方が多いのかなって思ったり。
最初の寝っ転がってるでね倒れてるところは意外と劇場でなんていうの劇場だから見られるというかそんな感じなのかなと思ったり。そうね、いつかなんかの時ねすごい顔がドアップだった気がするの。その時はあ顔映ってるって思いました。最善になった時目の前にひーちゃん倒れてる位置だったからまさかの目の前で笑いそうになった。確かにこうやって幕が開いて目の前がこれ。ちなみにだけど私が最初に倒れてるのは上手側です。12番座席番号が12番とか13番とかになれば目の前っぽいです。ぜひそこも見どころですね。みんなの寝顔が見れちゃいます。目撃者で笑いそうになったことある？笑いそうになったこと？なんだろう、笑いそうになったこと、絶対にあるけど、なんだろう、そのまま寝ないのって。今のところ寝てないです、一度も。さすがに寝ないかな。確かにね、笑っちゃいそうになるところ、この顔が目、メンバー同士で目が合った時とか、意図せず目合っちゃったみたいな時は笑っちゃいそうになる。昨日ゆいなちゃんとハートできましたよ。そうできたんです、ハート。結構昨日はポジションがいつもと違うメンバーがねいらっしゃったので、そうということでいつもゆうなちゃんがされてるポジションをゆいながそのポジションで出演してって感じだったんですよ。で私そのゆいながそのゆうなちゃんのポジションで出演してる回にまだ一度も一緒に今の私がいつもしてる、そう、そのゆいながゆうなちゃんポジションで出演してた回はあきさんがされてるポジションでね出演させていただいてたので、一緒にこうやってハートできる同士のポジションでハートできない説あるかなってちょっと考えてたの。私意外とゆいなグってされるからこれした時に、そうツンデレちゃんなのでね、そうだからもしかしたらいやどうだろうと思いながらやったら普通にハート意外とすんなりしてくれて、おびっくりしちゃった。びっくりして嬉しくなっちゃって肩組んじゃった。そうツンデレです、あの子は。でもゆうなちゃんも昨日はポジション違ったからわざわざね、ゆうなちゃんがあ今日違うねって伝えに来てくれました。このハートとかそういうところがいつも一緒だから
あ、今日ヒーローと違うじゃんって言ってわざわざ言いに来てくれました。そうで、すごい私昨日 MC でマシュガのお話をしたんですよ。さえさんグランプリをしたっていう時のねお話して、でその MC の中で私一瞬だけその遠隔操作みたいなのをゆうなちゃんにされながらクイズに答えるみたいな感じだったから、一瞬だけあの時にゆうなちゃんのことをちょっと嫌いになりそうに、初めて嫌いになっちゃいそうになりましたって話お話ししたんですよ。そういう話したら裏に行った時にゆうなちゃんがなんかちょっとしょんぼりして嫌いじゃん、本当はねひろちゃんが嫌いになりそうって言ってたみたいな感じでちょっとしょんぼり してて、本当はそんな全然めちゃめちゃ大好きなので、そんな、ね、ちょっと可愛いって思っちゃいました。めちゃめちゃ大好きなので勘違いしないでください。はい、それがちょっと可愛かったなっていうお話です。ゆうなちゃんもツンデレです。すごいかわいいなって思っちゃいました。ちょっとね、心なしかちょっと離れていっちゃう、わざと離れていっちゃうみたいなされたり、そう変わらず大好きなのでお願いします。じゃあ今日のランキングを読みたいと思います。このシングルの発売日のランキングです。読みます。それではいきます。13位ロンリーヒロちゃんさん、12位たもつさん、11位アウターズさん、10位ともちゃんさん、9位ひろっちさん、8位よろちゃんさん、7位りゅうだいさん、6位ブロトレックさん、5位みんなみくさん、4位せっぷくさん、3位みずいろさん、2位ビーバーさん、そして1位はたけさんでした。ありがとうございます。それではこちらの新しいニューシングル HKT48発売今日されましたので、ぜひ皆さん全曲たくさん聴いていただけたら、聴いていただけると嬉しいです。今日はありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。